はい、こんにちは、シャスカです。今回は人間関係の拒絶の恐怖を克服する7つの鍵というお話をしたいと思います。CD 教材になるんですけれども、講師はですね、マイケル・ボルダックです。世界ナンバーワンコーチと呼ばれているアンソニー・ロビンズの、片腕とも言われている、コーチングとか NLP をマスターした、世界的なコーチですね。で、今回のテーマっていうのが、恐怖を克服するということで、何の恐怖かっていうと拒絶ですね。要するに人から断られる恐怖を克服するという教材なんですけれども、多くのですね、その自己啓発の教材っていうのはこの恐怖っていうのを意外と扱わないんですね。売れないからだと思うんですけれども、やっぱりこういいことしか言わないですよね。こうやったらうまくいくとか、こうすれば成功できるとか、こうすれば夢が叶うという、どっちかというと前向きとかプラスとかポジティブなメッセージが多いと思います。なんですけれども、実際この教材の素晴らしいところっていうのは全く逆で、その恐怖っていうのに焦点を当ててるわけですね。普通の人だったら目を背けたくなるようなテーマなんですけど、でも実際やっぱりすごく大事っていうのは、例えばですね、恋愛って言った時に、あなたが誰かを好きになって、でその人といい関係を結ぶためにはやっぱり告白っていうのがどこかのタイミングで必要になるわけですよね。で、相手にその他に付き合っている人がいるのかとか、好きな人がいるのかってわからない状態だけれども、その人のことが好きだからもっといい関係になりたい、恋愛をしたい、もしくは結婚したいって言った時に、最終的には告白っていうプロセスが必要になるわけです。でもこれができないと恋愛したり結婚することはできないわけですよね。で、なぜできない人がいるかって言ったら、断られるのが怖いからなわけです。でも告白しなければそれ以上の関係に進むってことは絶対できないわけですよね。もしその恋愛ができないってことであれば、もうテレビとかネットで見るアイドルをただ応援するだけの人生になってしまいます。だけど断られるかもしれない、だけどその人に告白することで次のステージに進むってことはできるわけですよね。もしくは本当に告白してみたらですね、他に好きな人がいるとか、今恋愛する気分じゃないって言われる可能性もあります。だけどそれは言ってみないとわからないんですよね。で、世の中の多くの自己啓発の教材っていうのは、こういう告白をすればうまくいきますとか、こうやれば告白しなくても相手の気持ちがわかりますみたいな教材が多いんですけど、それって正直うさんくさいんですよ、本当は。どうしてかって言ったら、相手には相手の成功があり、相手には相手の幸せがあるんですよね。だから自分自身がどうこうじゃなくて、相手を尊重するっていう視点になってないわけですよ。自分のテクニックとかノウハウを身につければ、相手をコントロールできるみたいなのっていうのは、自分だけが良くなろうとする考え方の裏返しで、相手の成功とか相手の幸せっていうのは無視してるわけですよね。だけれども、今回のような恐怖っていうのに焦点を当てているってことは、結局相手を尊重した上で、それでもいい関係を持ちたいから告白する。で、その時にぜひ告白してくださいと。ただし恐怖っていうのがある、断られるかもしれないっていう恐怖があるから、それはこういうふうにして感情として乗り越えていくことができるんだということで、教えてくれるわけですね。で、今恋愛でお話ししましたけど、これ全てにおいて言えるわけで、例えば商売とかビジネスも全く一緒です。商売ビジネスって言っても、例えば10人の人に声をかけた時に、じゃあ実際買ってくださる方は何人かって言ったら、多分一人だと思うんですよ。例えばあなたが街でティッシュ配りをしても、チラシ配りをしても、何かクリアファイルに入れて挟んで物を渡したとしてもですね、受け取ってくれる人と受け取ってくれない人、ただであげるって言っても受け取ってくれない人の方が多い。つまり断られるわけですよね、拒絶されるわけです。それが実際そのただ無料のものを受け取ってもらうだけではなく、実際に有料のものを買ってもらうってなった場合は、トップセールスマンだったとしても10回セールスして1人買ってくださったらいいっていう感じ、9回は断られるわけです。で、その1回1
体断られるたんびにすごくドーンって落ち込んだりへこんだり、自分自身を自己否定に陥ってたら、とてもこの世の中で商売とかビジネスってやっていけないわけですね。だから断られて当たり前なんですよ。あの告白するのも、あの相手にこうアプローチするのも全部、まあお金で言ったらタダじゃないですか。だから10回告白して1回でも OK がもらえたら、それを幸せっていう風に感じられる体質にならないと、結局恋愛っていう人間関係においても、商売ビジネスっていう人間関係においてもやっぱりうまくいかない。その時に最大のブレーキになるのは恐怖っていうこと、感情であり、それは人から何か断られる、拒絶されるっていう恐怖なんですね。だけど私たちが人生で成功して幸せと両立させていくってなれば、どうしてもこの恐怖っていう感情とは向き合わないといけないし、乗り越えていかないといけない。でそれを乗り越えてくれいったご褒美っていうのが、私たちの成功と幸せの両立になるわけです。なのでその恐怖、断られることに対しての恐怖っていうのを正面から向き合っている教材ということで、今回はご紹介させていただきたいと思います。教材のですね、詳しいご説明に関してはこの動画の下に URL がありますので、クリックしてぜひあなたの目でですね、直接教材の中身をご確認いただきたいと思います。はい、今回は人間関係の拒絶の恐怖を克服する7つの鍵という CD 教材をご紹介させていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。あなたのコーチ、白坂慎太郎でした。